戦いは人類の歴史そのものである。内より勃発する精神と身体の永劫なる戦い。強き者も器は脆く、湧き上がる根源たる欲求の背信により倒れる。だがわしは違う。わしの精神は武器であり、身体は完璧なまでに磨き上げられた道具だ。わしは決して倒れぬ。おいおい、大丈夫かおっさん。さーて、これからどうする？